気象庁は1ヶ月予報を発表しました。2月17日から3月16日までの1ヶ月予報が発表されました。この先も寒気の影響を受けにくく、1ヶ月の平均気温は高い傾向が続く予想です。ただ降水量は低気圧や前線の影響で平年よりも多い見通しになっています。まずはこの先1ヶ月の気温です。この先も寒気の影響を受けにくい状況が続きます。日本付近は冬型の気圧配置になったとしても一時的で、西日本や東日本を中心に南から暖かい空気が流れ込みやすい傾向です。このためこの先1ヶ月の平均気温はほぼ全国で平年より高くなるとみられます。特に来週前半の気温はかなり高く、東北や東日本、西日本では20度を超えるところが多い予想です。北海道も札幌などで10度を超える日があるとみられます。1ヶ月の気温の傾向、地域別で見ていくと、今週末から来週前半にかけては全国的に平年よりもかなり高い一方、週後半以降は一気に平年を下回っています。特に北海道は22日木曜日頃からの5日間の平均気温がかなり低くなる可能性があるとして、気象庁は低温に関する早期天候情報を発表しました。1ヶ月の平均気温としては平年より高い傾向にあるものの、来週は気温の変化が非常に大きくなる予想です。体調管理をしっかりと行ってください。雪の残る地域では雪の状況も変化が大きくなることが予想されます。路面状況の悪化や屋根などの高いところからの落雪、山沿いでは雪崩に注意してください。続いてこの先1ヶ月の降水量の予測です。この先1ヶ月は低気圧や前線、気圧の谷の影響を受けやすく、降水量は北日本から西日本にかけて平年より多くなる見通しです。来週後半からは日本付近に前線が停滞して梅雨のような天気になる可能性もあります。西日本を中心に雨の降り方が強まる恐れがあるため、こまめに最新の予報を確認してください。一方、降雪量は冬型の気圧配置になる日が少ないため平年より少なくなる予想です。この先の長期的な予報についてもウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。ぜひご活用ください。